ばんは。やば、なんか来た。なんかチョッパー来た。こんばんは。チョッパイモンです。やば、チョッパイモンだって。ブログ読んでた？ありがとう。ブログそう今日出ましたんで皆さん見てもらえると嬉しいです。ピカピカありがとう。ガギレな、ガギレな、やばい。流れ星ありがとう、こんばんは。ピカピカありがとう。音符ありがとう、こんばんは。お疲れ10個ありがとう。チョッパイモン可愛いね。だってありがとう、知ってるよ。知ってるよ。だって皆さん見てください。これあのナーヤンさんのキングリーマスクです。キングリーマスクの服です。もう激カワです。激カワです。激カワですよ。可愛いよね。そうだよ。ガキレナさん荒ぶってます。アラビア人です。二十九応募してありがとう。そう、みゆちゃんの生誕祭なんで皆さん29、ぜひ明日までなんで。今日も成人誕生日会を。やば、威嚇。威嚇？え、威嚇って言うんだっけ？威嚇だよ。映らんとこ。なんで？すっぴん。いやもうすっぴんです、ね。ユーズスだったら。ポップコーンありがとう。今夜勤中で。眉毛ないよ。眉毛は描いたの。コメント言って。ごめんなさい。はい。ありがとう。こんばんは。ありがとう。こんばんは。ゆきも可愛いよね、ユーの。でしょ？うん。センスありだから。ありがとう。センスありっす。お疲れ様です。ありがとう。そうだよ、かきれいなさん、アラビア人だから。違います。違いました。アラビア語です。おにおい、おにおい、おにおい、ピカピカハートありがとう。柿本アラビアンレナ。アラビアンレナです。骨折れな、骨折れな。監視してるよ、エレナ。マジ骨折れすぎてやばいから。マジ1年、小学校4年生から1年に1回折れてた。やば、いや折ったことないんだけど、骨1年に2回折れとう時もある。やば。まあ、ピカピカありがとう。いつも今起きてる。私？違う、あなたもだけど。そういうことか。レナもさっき起きました。レナさん、そう。やばいやばいやばい。ごめんな、いろいろ。レナさんとユアさん、先ほど起きたので。ユアさん何時起き？ユアさん、レナさんと一緒。本当に？え、違うわ。ここも一緒か。ここの3人全員起きたの一緒だから。絶対嘘だ。え、本当だよ。ここ何時起きよ、今日。ピカピカありがとう。遅かった。ハートありがとう。え、何時何時？あの LINE で送った時間で。マジで？29日申し込みました。よし、ねえ、会いたいね。柿岩、柿岩です。岩チョッパイモンです。岩チョッパイモンやめて。岩チョッパイモン。ぜひ皆さん29応募してください。でもあのミュウちゃんのサイリウムを触れる方限定で。ゆあにゃん、かきれる好き？そんなことは言っていいですけど、今はダメです。そうだよ。ほら、ありがとう。短パンでな、短パンじゃないよ。違うよ、少年じゃないし。ごめん。え、グランドフィナーレ当たってたよね、トレード。おめでとうすぎる。マジで。まあまあ。申し込みました。ありがとう。え、本当に注意がくて治らなすぎてやばい。本当に治らよね。やばいよ。マジでもう本当にやばいんですよ。言っていい？今日寝た時間何時だと思う？みんな。レナの寝た時間何時でしょう？レナの今日の寝た時間何時だと思う？起きた時間じゃなくて何時だと思う？マジやばいよ。衝撃。何時だと思う？衝撃。え、何時？寝てないってきてるよ。普通にやばい。寝たよ。寝たのは寝たけど何時だと思う？
29日仕事で行けない。ずっとありがとう。悲しいよ。え、何時だと思う？ガチで。割とマジ何時だと思う？当ててほしいわ。当てて、みんな。え、多分当てる人いないと思う。お、結構、あ、いや、うん。いや、うん。朝の10時、11時。あ、そんなレナ。あ、夜か、夜。ゴミみたいな人間だと思われてんの。イエイ。いや、当たるよ、29、みんな。当たります。ね、申し込もう。ありがとう、ピカピカ。当たりも、でも仕事だよな。平日29。いや、29。平日の。日曜日じゃなかったっけ。そうなの。わかんない。本当ありがとう。お疲れ、ありがとう。そうだよ。特売日って星になるんだ。8時半。絶対5分ぐらい前の話でしょ。寝てないんやろ。12時やな。朝配信やってたよね。10時。これは夜か朝どっちですか？朝でしょ。寝た時間なんだから。あ、そっか。そう、うん、配信してたから、ね、昨日。12時半。あ、そっか。うん、朝7時半、違います。8時頃かな。8時頃、違います。15時、なわけなわけ。12時、違うな。間の数字だよ。それな、めっちゃ惜しいよね。流れました、ありがとう。本当ありがとう。祝日か、29祝日だって。あ、そうなんだ、最高じゃん。本当じゃない。ポップコーンありがとう。尊いありがとう。当てた人いたら言って。オッケー。ご褒美あげるわ。ご褒美だって、レナからのご褒美。ははは、いらって何？29、昭和の日？そうなの？え、昭和になった日ってこと？緑の日？平成の日は？令和の日は？いつですか？コマラーメン。コマラーメン。10時半、11時半、違います。イエーのアイドル取れ、当てました。さすが。うん。まあ、初見です。初見じゃないですね。なんかアバター変わってる。柔軟時間だからワンチャンいける。いや、来るべき、それは。柔軟時間は珍しいので。9時半だって。え、何が？え、レナ。レナのネタ、じゃ、ネタ時間9時半。え、誰当たってんの？やるじゃん。いや、ご褒美なんですか？ないです。ないかい。チョパイモン。ピカピカありがとう。チョパイモンちょい見せサービスだけです。いらな。いらな。チョパイモンいらな。あ、天皇の誕生日なんだ。昭和天皇の誕生日らしい、29。え、みゆちゃん生まれた日、最高の日。それな。みゆちゃん天皇って呼ぼう。こんばんは。9時6分、刻むね。うん、刻むね。え、パーカー、これ、ナヤンさんの。チョパイモン邪魔なんですけど。チョパイモン邪魔なんですけど。もう激変わりないです。ちょっと、いや、あの、世界一パーカー似合うかな、みたいな。思っちゃって、ちょっと。ほら。世界一パーカー似合うんですか、最近。うん、やばい。世界一パーカー似合うと思うんですけど、どうですか？また変なこと言ってるよ。じゃん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 いいじゃん、絶対それは当てるべき。グランドフィナーレ行きます？え、待って、今日の金曜ロードショーコナンなんだけど。え、絶対見るべきじゃん、それ。先週のね、やつは見た。あ、そうなの？ネタバレで見た。なんか目は怖い。ミユ天皇です。ありがとう、破れた。起きたの16時半ぐらいだって、レナ。うん、すごいだよ。チョパレナ。かけないいつものパーカーじゃないのね。チョパイモンです。かきれかきれに起こされたの、みんな。チョパイモンです。みゆちゃん、あ、そうじゃん、みゆちゃん誕生日15じゃん。チョパイモンです。生誕祭29だけど15じゃん、そういえば。確かにね、チョパイモンです。今日何でも可愛い、ありがとうございます。一生言ってる、一生言ってる。
え、そう、あのね、ピンクのジャージじゃなくて、ちょっとあの、遮っていいですか、この人はちょっとうるさいんで可愛いでしょ、ピンクじゃないけどね、紫。いや、オーバーサイズいいよね、マジで、オーバーサイズラブなんで。うちうち似合いますか。嬉しい。チョパイモンです。履いてますよ。パーカーが大きいのもあるし、ゆあちゃんがちっちゃいのもありますね。いや、こちらこそ、正解、ご用気です。ポップコーンありがとう。ピカピカありがとう。かわいい、トントンありがとう。ね、ゴールデンウィークだね、もうすぐね。お疲れ、いいね、ありがとう。ファイト、ありがとう。チョパイモンうるさい。チョパイモンうるさい。すいません、私のものです。ピカピカ、ありがとう。え、マック行ってたよね。見たよ。遊園地食べたすぎるよ。それな、後ろうるさい。ねえ、やだ、そこの人やだ。それな、チョパエモンですって一緒言ってる。文句ありがとう。確かにね、みゆちゃん推しの方がいっぱいね、当たるかな。癒されなに癒されな。おお。それな、チョパだから。そうです、ナヤンさんリスペクトです。サメタスだよね。うん、あ、レナが反省、反省です、大丈夫です。チョパです。まあね、チョパエモンボットやば。結婚して、ミヤマルさんとするのでお断りに。え、もう、まあまあ、電波歩いて。チョパエモンです。かきれな、ワンピース好き。え、そうだよ、かきれなね、ワンピース着てる。ゆあちゃんも好きです、ワンピース。ワンピースね、めっちゃ好きですね。めっちゃ大きいんだよ。ワンピース好きです、めちゃめちゃ。あれだよ、前買ったあの清楚の服もワンピースですね。ハートありがとう。まあ、ワンピースってやっぱり清楚じゃないですか。ハートありがとう。かきれなとココミンです。知らないんですよ。まあまあ、正解。まあ、服のワンピースなのか漫画。あ、確かにレナはワンピースもワンピースも好きです。え、服のワンピースも、そう、服のワンピースも。え、じゃあ、じゃあユアが言ったわけじゃねえから。ユアレナの配信見に行ってる人。じゃあ、こんばんみこんばんみみみみみゆあは鬼滅が好きです。レナはワンピースが好きです。あとコナン。好きだよ。え、嘘。めっちゃ好きだよ。アニメ全部見てる。映画も見た。え、すごい。いや、一緒なんよ、ゆあ。めっちゃ好きだよ。本当？おもろいよね。おもろい。ね。うん。くまちゃん、パンダ、ありがとう。間違えた。くまちゃん、風船。ピカピカ、ありがとう。ワンピースゆあね、別に、別になんですよね。レナのワンピース好きなキャラは？チョパイモン。いや、今チョパイモン着てるからチョパイモン着るしかないし。チョパイモンもしめっちゃ一番嫌いなキャラでもさ、嫌いじゃないし。もしめっちゃ嫌いでもチョパイモン着てるから一番好きなんじゃない。ワンピースでユアは、あの女の子の、あのなんて名前だっけ、あの子、なんかドクロのさ、女の子、なんだっけ、なんだっけ、なんかあのツインテールしてる子、なんて名前だっけ。言うね、あれ敵だよ。敵だよ、知ってるよ。え、でもあの子がいい。かわいいね、目グリングリンの子。そう、え、あともう一人、なんかあの姫カットの人、人姫カットのロングの人。あの人なんて名前だっけ。ヘビ使い、ヘビ使いって名前らしいです。そう、あの姫カットの子めっちゃ好きなんですよ。なんだっけ名前。ピカピカありがとう。あすか、バカにされたんですけど。バラの花います。それなくココミンってさ、何々もって言うよね。え、そうですよ、ユアピース。ありがとうございます。50位はシンワルコちゃん、はい、11位は大村アンさんの伸びを持った男の子。長っ。長っ。10位はハンコック。ハンコック、ハンコック、ハンコック、ハンコックです。はい、8位はポジャッコ。ハンコック、そう、豪華なキスで眼鏡かけてリュアニャンとかキレな見分けが難しい。え、
それめっちゃ言われる。いや違うから、顔顔全然違うから。ちなみに5位は、え、確かに、サーヤさん姫カットめっちゃ可愛いだよね。え、思った思った。4位は猫の鈴をつけた方、みやちゃん清楚ですか。3位は岡本さん、あ、ゆあちゃんも読み男女やりますね。2位は風切り、今57、いや私1分で言えるんで、まあちょっと1分で言えちゃうんで。白ぶどう飲みました？美味しいでしょ？もう白ぶどういつでも飲みたい、私。俺の時間だよ。それな、読み男女やってる。ピカピカ、ありがとう。母がいないよ、ね、本当にぐっすり寝れそう？ココイチに行けないよ。あ、え、そうなんですか？知らんかった。あ、ブログ読んでくれた？バイバイ、ありがとう。そう、読み男のプロなんで私。ピカピカ、ありがとう。ちょっと早く読みすぎました。読み男女プロなんで。あ、そう、ペローナ、ペローナ、そう、あのツインテールの子がペローナですね。スイパー行きたい、行きたいな。サイリンもありがとう。また配信あります。もちろんあります。味噌食べないから。エンゼルクリームでしょ、食べるなら。エンゼルクリームは食べれるの、うん、そうなんだ。なやらぼし、ありがとう。みやちゃんさらに可愛くなってますから。まあ今、ナーヤンさんパワーなんで。まあまあプロ団なんで、今何時？おやすみなさい。あと2分、あと1分で読めるんで私。おやすみ。ピカピカハートありがとう。プロ団長行きますよ、プロ団長。プロ団長、プロ団長。何だっけ？違う、コングラチュレーション、セレブレーション。3位の方、行きまーす。13位の方、オレンジジュースの方。12位の方、猫ちゃん探偵の方。11位の方、ななちゃん人形の方。10位の方、待って、ゆあちゃん大好きかもしれない、知ってるよ知ってるよ。9位の方、ゆあのうちわを作ってくれた虹色のハムスターの方。8位の方、すみません、すみません、須田あかりさんのアバターの方。あ、ごめんなさい。7位の方、ポンズの方。6位の方、ユアのアイコンにしてくれてる方。5位の方、ユアの、コアラのマーチの方。4位の方、アンズさんのアバターの方。3位の方、花束を持ってるクマちゃんの方。2位の方、ココミンのアイコンの方。1位の方、ユアが描いた歌舞伎の方です。ありがとうございました。ちょっと切ります、すみません。切ります、すみません。